かなわん、デビュー1周年を記念してパジャマ姿で生放送、メンバーと1年後の約束も写真イコール、VLI。VE、放送画面キャプチャーわなわんがファンとデビュー1周年を記念する意味深い時間を過ごした。わなわんは7日の午後、ネバーのライブ映像配信アプリ、VLIVE を、通じて、わなわんのぬっぱん、寝て行う放送、ライブ、を生放送で言った。この日わなわんは、ぬっぱんコンテンツを披露する感想として、たくさんのワン、テーブル、わなわんのファンクラブ、の方々が望んでいたようだ、と話した。ハソンウン、ホットショットソンウンは、今日は僕たちがワン、テーブルを寝かせてあげるよ、と話し、ファンの心をときめかせた。わなわんはデビュー1周年をテーマに話し合った。特にこの日、わなわん愛してる、をポータルサイトのリアルタイム検索ワード1位にランクインさせたわネーブルのサプライズイベントにメンバーたちは、びっくりした、構成だと思った、という反応を示した。メンバーたちはこの1年間を振り返って、時間が早く過ぎた感じがする、と伝えた。カンダニエルは、今まで一緒に歩いてきてくれたわネーブルに感謝する、と伝え、カンミンヒヨ。NU コートエストミンヒョンは、わネーブルのおかげで新しい経験をたくさんした、と話した。ダイグアンリンはメンバーたちに感謝の気持ちを伝えた。彼は、韓国に来て6ヶ月になった時にデビューして、メンバーたちからたくさん学んだ。深く感謝している、と話した。またキム・ジェファンは、過去の時間よりも今後の時間により期待される、と話した。メンバーたちはこの1年間、わなわんとして活動しながら変わった部分についても言及した。キム・ジェファンは、隠されていた僕のダンスの本能が目覚めたようだ。メンバーたちからたくさん学んだ、と明かした。ハソンウンは、わなわんという心強いロマンチストのおかげで、ハソンウンという人がこれからどういう風に生きていけばいいのか自信を持てるようになった。幸せだ、と話した。カンダニエルは、お母さんのために役立つ、家族の課長になったことが一番幸せだった。練習生の頃には挫折だけしていたステージに、引き続き立つことができて幸せだ。今後の活動が楽しみだ、とときめく気持ちを伝えた。さらにメンバーたちは1年後に会おうと約束した。ハソンウンは、公爵、古直、ドームの前で集まろう、とアイデアを出した。イデフィは、誰かの家に集まってパーティーしたい。それか近いところに旅行に行きたい。みんなスケジュールを調整してね、と話した。わなわんはぬっぱんを通じてファンを寝かせてあげると約束しただけに、パクウジンとカンダニエルが代表で ASMR、自律感覚快楽反応、木板、食べる放送、に挑戦、ファンの眠りを誘った。ファンの名前も一人一人呼びながら1周年にふさわしいファンサービスを実践した。